おはようございます。木村農園です。今日は育苗トレイについて話します。私は大阪から島根県に Iターンしてきて20年間いちごを栽培しています。自宅でいちご狩りができる動画をメインに、初心者でも簡単に美味しい野菜を育てるコツを紹介していますので、チャンネル登録をして旬の農作業の情報を見てください。ベランダでプランターの家庭菜園、お庭で本格的な野菜栽培を一緒にしましょう。野菜を育てるときに、種を畑に植えたりポットに植えて育てたいというやり方があります。あと苗をホームセンターや苗屋さんで買ってくるという方法もありますが、今日はですね、育苗トレイを使って苗を育てるというところで、育苗トレイについて説明していきます。まずはじめにですね、これがいちごの苗を育てるトレイです。ここに土を入れて、いちごの苗をここに挿して1ヶ月ほど育てるっていう分です。今はね、私は使っていないんですが、こういう風に穴がたくさん開いてセットになっているトレイというものがあります。こちらがポットですよね。ポットをこのようにトレイに入れて育てている場合もあります。先ほどの分もそうなんですが、限られたスペースでたくさん苗を育てることができ、また持ち運びに優れているっていうのがメリットです。このトレイはですね、ホームセンターとかで余っていたら分けてもらうことがあるので、何個か用意してもいいでしょう。続いてこちら、水筒用の育苗トレイです。幅がですね30センチ、長さが60センチあります。水筒とはお米を作る時の稲のことですね。稲を育てる育苗トレイです。ここにシートを敷いて、で土を入れます。で種もみをまいてお米の苗を育てていきます。で育ててある程度大きくなってから田んぼで田植えをするっていう時に使う育苗トレイです。これ結構便利なので、家庭菜園でも何枚かあるといいと思います。先ほどのね、このようなポットの方もですね、これ大きさによって網目が違うので、この水筒用の育苗トレイだったら好きな位置にたくさん置けるので使い勝手がいいです。私もこれよく使っています。でこの水筒用の育苗トレイの上に野菜のトレイを乗せることができます。こちらですね、このトレイペランペランなんですが、このように先ほどの水筒トレイの上に乗せて使用します。穴が1,2,3,4,5,6,7,8 と16で128ですね。128個穴が開いています。でここで、種を植えて苗を育てます。私は主にキャベツとかエゴマとかを育てます。でもう小さいうち、葉っぱが何枚が出た時に植えていきます。これもですね、限られたスペースでたくさんの苗を育てることができるというところでメリットはあるんですが、何せ土が少ないので水やりとかの管理がきちっとしないといけないので、もし週末家庭菜園ですとあまり向いていません。週末家庭菜園ですと、先ほどのポットで育苗したり、あとまあちょっと大きめの、これは2,4,5の10個やから50個の穴開いてる分で、これだと少し土があるので水も少しはこちらの128よりは持つと思いますので、こういう大きめの土がたくさん入る分で育苗するのもいいでしょう。でこのトレイですが、野菜用のトレイですが、128個もあっても
なかなか家庭菜園でそれだけ植えることがないと思います。私自身もですね、128はもちろん植えるんですが、こう持ち運びするのが重たかったり植える時に大変なので、これを真ん中でカッターで切って半分半分にします。128の半分だから64にします。でこの育苗トレーを2つ並べて土を入れて1枚ものと同じように栽培します。こうすることにですね、育った苗を植え付けるときにこう片手で持って植え付けれるんでかなり楽です。もっともっと少なくていいよっていうんだったら、もっとハサミで切ってですね、このように10個20個で植える場合もあります。他にもいろんな育苗トレイや植え方とかあるので、これからいろいろ春に向けて栽培していきますので、できればチャンネル登録をしていただいて最新の情報を見てください。今日はこの後この育苗トレイにネギの種を植えていきたいなと思います。向こうの方にですね、こちらプランターで小ネギを栽培しています。ハサミで収穫することによって根を残し、無限にネギを栽培していくっていうのにチャレンジしていますので、また他の動画の方も見てください。